はい、というわけで皆さんこんにちは、今日はね倉敷市中庄に来てるんですけどね、ですねこの後ろに結構ね有名な、レストラン常松さんというところがあるんですけど、こちらになんかハンバーグが美味しいとか、まあいろいろとねそのいろんなものが洋食が美味しいということで、来たわけなんですけど、今日ちょっと行ってみようかなと思います。はい、久々にねその中庄来たんですけど、まだいろいろ寄りたいとこあるんですけど、今日はここで行ってみます。ランチがもう終わっちゃったということで、限定30。はい、というわけで今回注文したのは店員さんおすすめのスペシャル定食を注文いたしました。常松のがっつり系ということで、でこれさらにね自家製のタルタルソースを使ってるということで、かなり、気になるものかなと思います。はい、それではちょっと待ちましょうかね。はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、食事の後にこの壁の向こうに回っていただいたら、はい、セルフサービスでコーヒーをご用意してます。わかりました。ありがとうございます。はい、というわけでお疲れ様でした。で今回はですね岡山県倉敷市松島の、レストラン常松さんにお邪魔させていただきました。はい、こちらなんですけど、まあ倉敷とかこの辺ねお住まいの方は絶対知ってるというか、もうかなりのねもう老舗的な感じで、もうここはうまいぞという感じで行かれる方は多いんですけど、まあ僕もね実際よく、行ってます。まあこの
常松さんなんですけど、このスペシャル定食が、おすすめということで今回いただいたんですけども、大きなエビフライとでふんわりとろっとしたハンバーグ、まあ、その他ライスお味噌汁つくんですけども、もうかなりねこのがっつりめで満足度が高いということで、でまあこの近くのね学生さんとかも、かなり頼まれるということほど人気のメニューということで、まあその他にねこのランチがあるんですよね。まあ今回はちょっと無理でしたけども限定30食ということで、でまあこの店員さんに伺ったんですけど1時間でなくなったりとか、営業時間ギリギリまで、まあ2時とかお昼の2時ぐらいでなくなったりとか、まあそのラストオーダー手前ぐらいになくなったりとかね、まあその日にいろいろその日その日で全然変わってくるんで、ぜひね皆さんも早めに行って、食べていただきたいなと思います。でですね、この営業時間なんですけどランチタイムが、朝の11時から、お昼過ぎの、15時まで、ラストオーダーが14時45分までとなっております。でディナーの方が、夕方の17時から、夜の22時で、ラストオーダーが、21時20分となってます。定休日が水曜日となってます。だいたい中庄駅から、徒歩10分ぐらいの、距離にありますので全然歩いても行けるかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。